とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もタワーを3周回っていきたいと思います。第2章のタワー、まあ、慣れたよね。死ぬことはほぼほぼなく、30回まで来ることができるようになりました。で、今回は、ちょっと変えて、弓をツインボーにしてみました。28回のクリア報酬で取ることができる、装備なんだけども、オーバーチャージがついてんだよね。なので、だいぶダメージ与えれるよね。4000の4倍だから、どうだろう？ちゃんと出るかな？まあ、とりあえず、それがないにしても近接で倒してはいけるので、まあ大丈夫でしょう。まあ、ゴーレムを強化して、オーバーチャージでダメージを与えていきましょう。ちょっとゴーレムさん、あんま良くないぞ。あんま良くない。そんなダメージが入んない。いや、これ良くねえわ。オーバーチャージ全然ダメ。ならばもう、むしろボウガンで連発していった方がダメージ与えれる。全然ダメじゃん。ツインボウのオーバーチャージダメ。全くね、火力出ない。よろしくないです。ということで、1周目、何が出る。もう狙いは防具だけ。イカの防具と影の衣、その2つ。はい、外れー。はい、外れです。使えそうなのはなんだ。黄金で、マルチショット、二つ出るやつか。いや、でも達人弱いもんな。名もなき刃は、まあ、名もなき刃にして、お供え物にしようか。ちょっと使ってはいけないぐらいの感じかな。それでは2周目、今回はこれ、汚れたクロスボウで来てみました。なんかこっちがね、おすすめっていう風にコメントもらったんで、ちょっと試してみます。実際ね、あんまり使ったことないから、ちょっと不慣れなんだよね、あの武器は。どうだ？ヒューズショットがいい感じなんだな。あ、でも、そうね、俺は慣れてないからかもしんないけども、ちょっと好きじゃないかな。慣れの問題だとは思うんだけどね。ちょっと俺は扱いにくいかな。 OK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  クリティカルのエンチャントが出た。はい、ということで2周目お願いします。イカか影、どっちか。イカ、微妙だな。やっぱりね、最近クールダウンつかないんだよね。全然つかん。クールダウンなしじゃね、やっぱ使いにくいのよ、どうしても。マウラーズ、マウラーズはね、旋風との相性はいまいちなんだな。まあ、虚無、クリティカル、とりあえずこっちにしときましょうか。使ってもいいし、お供え物でもやっていけるんで、マウラーズにしときます。それではラスト、3周目です。今回が、これ、森の矢筒を、26回ぐらいの報酬でもらったのかな。愛のメダルをこっちに変えたんだけども、スピードとしてはこっちが速いね。むちゃくちゃ速く倒すことができるんで、いい感じ。ボスにはちょっと分かりづらいかな、ダメージが。分かる。すげえ分かるじゃん。ただ、こいつらが若干、きつくない。全然きつくねえわ。若干きつくなるかなと思いきや、全然きつくなかった。森の矢筒いいよ。これは強い。
はい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 。うん、途中でね、森の矢筒に、ま、25、6回で交換してもいいと思う。うん。結構楽になった気がする。スピードも速くなったしね。おお、よかったです。では、見てみようか。最後。頼むよ。防具すら出らん。まあまあまあ、とりあえずブロードソード。エンチャ悪くないよ。虚無でしょ？クリティカル、吸血。うん、ブロードソードこれいいね。エンチャント最高です。ただ黄金じゃないっていうのはちょっと気になるけどね。蝶のクロスボウはそんなにね、強くないんだ。いらない。成長するスタッフもまあ黄金じゃないけども、一発240万。最後の攻撃が。で、クリティカルとしては、輝きが欲しいんだよね。成長するスタッフだったら。そうね。吸血いまいちだな。まあ、吸血、重力、クリティカルっていうところか。まあ、この中だったらブロードソードが、一番実用的かな。これは全然使っていけそうな感じです。これにします。はい。ということで、タワー3周行きました。報酬こんな感じでしたね。名もなき刃。そして、マウラーズ、ブロードソード。全部近接か。微妙やね。できれば、強めの防具が出てきてほしいところ。でもまあまあ、263の防具、いくつかもう揃ってるもんね。英雄のアーマーで、これ毒フォーカスついてるやつで、怒りでこれ使っていけるもんね。そして、これ輝くローブ。ポーションバリアと、炎と雷のフォーカスがついてます。で、さらに、霊気までついてるっていう、なかなか、素晴らしいやつだね。まあまあそんなところか。二つか。まあもう少し欲しいところです。武器はね、星なき夜とか、覆われた怒り結構いいの持ってんのよ。弓も、バブルバースターもかなりいいやつ持ってるんで、やっぱ防具だね。防具を狙って、今後またやっていきます。アドベンチャーハブが一個。なんかなってるぞ。今の、俺はここです。37。あと12か。あと12個で、すべて、完了します。まあまあまあ、もうちょっとかかりそうですね。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。